武器集めやっていきます。こいつがまたしても現れました。今日はねちょっとやりたいことがあって、それを今からやろうと思ったんだけど、なんだろう、こいつはその店の売り上げとがフラグになって出てくるのかな。今ちょうどね何、前回までのさやつテーブルに並べてたのを売れてたから全部回収したら、まあ合計で15万円になったんで、多分それで引き金になって出てきたんだろうね。ちょっと話聞いてみるか。いやまた会ったね、上子ちゃん。ゲームには飽きたし、様子を見に来たよ。なんやこいつ、なんなんこいつ。しかしすごいじゃん、ちょっと前に来た時とはなんつうかオーラが格段に違うよね。やっぱり魔王を倒す武器を買う武器屋はここしかないな。ってことでもっともっと武器を売ってさ、僕にふさわしい武器屋になってくれよ。そういえばこれ拾ったんだ、受け取ってよ。ああまあまあ、ああありがとうな。うん、ありがとう。ってことで今後も頑張ってね。さ帰ってニコ生見よう。いやこいつ、いやこいつ本当。まあちょっと今後楽しみにしておきましょう、あいつが現れるので。今日やりたいのはね、一応ね、まあストーリー的にはもう4つの試練終わったんで、そのこの平和村の上にあるね、まあ最終試練、5個目の最終試練行けばいいんだけど、その前にその4つの試練を倒したことによって、その試練のボスっていうのをまあ捕まえることが、武器にすることができるようになったので、それを回収しに行く。プラスこのクマ、このクマがあと4匹おるらしいんで、こいつ、うん、4匹のクマがいるわ、キャサリンね。一応ね、まあ動画見返したら黒いのと茶色いのは見っけた。だからとりあえず黒と茶色回収しようかなって感じ。うん、先それやっちゃおうか。まずね、茶色からいこう。茶色はね確かこっちの外におったんよ、外。あ、こういう時めっちゃ便利。確かねここら辺にね普通にね捨ててあったんよな。捨ててあった、あ、違う違う違う、これじゃない。あったあったあった、これ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 をちょっと話しかけてみよう。こいつ話しかけたらさ、キャサリンはなんか、火の出る武器を見せてくれって言って、見したらなんかもらったよね。なんかもらったけど忘れちゃった、何もらったっけ俺。なんかもらったんよ、うん、なんかちょっと動画見返しとくわ。ちょっとはい、喋りかける。こいつ武器だと思ってたけど、僕はブラウン、キュートなクマさんだよ。君武器を集めるのが好きそうだね。ねえねえ、見せてほしい武器があるんだ。僕の見せてほしい武器はトイレットペーパーに変わパえトイレットペーパー代わりになりそうな武器だよ。いざという時お尻が拭けると安心だからね。備えあれば憂いなしってね。見つけてきたら装備して話しかけて待ってる。何トイレットペーパーに変わる武器って、何それ、そんなもんある、トイレットペーパー。まあ紙だよね、言ったら紙、紙系。本棚とかじゃいい、本棚とかはダメ、本棚ここら辺あるでしょ多分。本棚とか、あ、ここら辺ちょっとね回収しとこ。なぜなら売却するようで強奪していく、もう全部強奪していく。あ、そっか、全部初めて拾ったやつはなんか音が鳴る。結構ねアップデートがねされてんでね、なんか修正されてた、なんかこれ始めた時に。タオルチェックはいらないな。ちょっと外観、外観欲しい、外観くれ。
よし、看板はいいや、安いしいいや。そういえばさ、ちょっと見て、やめて。魔女の服、奥義使っちゃおう。切り捨てごめん。ちょっと待って、先にちょっと本棚でいけるかどうかだけ。違うんか。違うらしいわ。まあじゃあ、黒いクマの方行ってみるか。黒いクマはね、平和村から右側のここすぐあったわ。ここ、俺はトム、体も腹の中も真っ黒なクマだ。お前武器商人だな。突然だが俺の好みの武器を見せてくれたらいいもんやるぜ。俺の見たい武器はズバリ黒い武器だ。黒けらい何でもいい、黒い武器を見つけたら装備して話しかけてくれ。ということでよろしくな。黒い武器、黒、これダメ。黒い武器、黒い武器って何？ちょっと待って、しまおう。あー、これはダメ。家閉まっちゃった。家、メッキした俺の最強武器、家。黒い武器って何？まあこれをとりあえず、これは回収しといて、ちょっとなんか探してみるわ。紙になりそうなものと黒い武器、ちょっと探してみます。あった、絶対これじゃん。絶対これでしょ、この日記。なんか、この子の日記だけど、ごめん、なんか。絶対これじゃん。あ、黒いのあった、これでしょ。よし、行こう。あった。もし、キノコもちょっと拾ったんだけど、違うかな。とりあえず、紙から行こう。絶対当たり。これ以外もうない、紙になりそうなものは。うん、どこだ。あ、いた。装備日記どう。お、トイレットペーパー代わりになりそうな武器を持ってきてくれたんだね。なんでトイレットペーパーに代わりそうな武器が見たかったの？これならしっかり拭けるし、お尻への刺激も少ないから地にならなくて済むね。今度からその武器を持ち歩くようにするよ。そうすれば安心だね。いいものを見せてもらったお礼にこれをあげるよ。あ、HP10。 あ、そっか、なんかもらったんじゃなくてステータス的なものをあげてもらったんか。あ、4匹な。うん、知ってんだけど、あと、まあ、とりあえず3匹しかね、見てないんだよな。んじゃあ、まあ、とりあえず回収。ブラウン回収。んで、まあ、紙になりそうなのはもういいから、しまっちゃう。で、多分、ピアノで合ってるから、石碑とかはしまおう。うん、これもしまっちゃう。トム、ブラウンしまっちゃう。よし。
じゃあ黒いの店に行きます。絶対ピアノ確定でダーが得て持ってるんだけどさ、なんかダーがうろついてんだよね。なんかわからんけど、よし装備、よしどう、あ黒い武器持ってきたようだな。うむ、この黒さといい、このここの黒といい、全体的にはブラック感といい、なかなかの黒さだ。よし合格としよう。これを持っていけ。やったぜ。あと一匹さ、どこにいるんだろうね。まだまあまあまださ行ってないところがあるから、あれな、あれ、え、何？ゴから始まるこの指令と、何これ？ゴミ？もう少し教えて。ゴミ箱。うんち、うんちがある。うんちがある拾っちゃおう。うんち。うんち拾っちゃった。うんち。うんち。攻撃力高え。見事な一本巻きグソ、湿り気や色も完璧、めっちゃ強いし、攻撃力防御ダウン、そして行動回数を下げる、めっちゃ強いし、めちゃくちゃバフ効果がやばい。このうんこ HP なんかめっちゃ上げてもらったから攻撃力上げとこうか。ちょ、うんこメッキしようかな。メッキうんこ作ろうかな。メッキうんこメッキ、うんこメッキしようかな。うんこメッキ、これワンチャン使えるな。えめえ、やばいやばいやばい。まあ、結局これ最強なんだけどね。あ、やばい、村人を巻き込む、すまん。関係ねえよ、死ね。死ね。あ、薬草ありがてえ。よし、あ、薬草、嬉しいね。薬草とアルマイシ、そうだな。まあとりあえずクマ終わったんで、今何分？17分か。まあ編集して、あー動いちゃった。てい、じゃあ一回区切って、ボス4匹トライに行くか、あまりね長くその録画続けるとね、訪れがちょっとするんだよね、訪れが、はい、ってなわけで今日は、クマ集めてみました。クマ集めてみましたじゃない、クマのお願い聞いてみました。次回、ボス全員捕獲しに行きます。はい、お疲れ様でした。